メディアを再生する憲法裁判所付近での弾劾決定に関する反応を僕、国韓国大統領弾劾訴追は2016年12月9日に大韓民国の国会が僕国大統領を弾劾訴追した政治事件である。弾劾訴追の結果、憲法裁判所は僕国の罷免を認める判断を下し、1987年の韓国民主化以来、 初の人気途中での失職となった。また大統領弾劾訴追は2004年のロブゲン元大統領が弾劾訴追された事案に続く二例目であった。ソウル特別市政系側そばの広場で行われた、ボッククネ大陣要求でも2016年10月24日に、ボッククネ大統領の親友である民間人の再順美が国政に関与していた、いわゆる再順実ゲート事件が発覚し、 直後の世論調査では、僕国政権の支持率が発足後初めて10%台に急落。僕に対する弾劾、ゲアも4割以上の支持を集め、インターネットや大学の学生や教授らからも弾劾要求が紛失した。野党側からは法に対する対人要求が起こり、11月5日、国民の党所属の低投影議員は弾劾議論に着手すべきと主張した。 11月12日に行われた僕クネに対する対人要求デモは主催者発表で100万人が集まる規模となり、正解に衝撃を与えた。11月中旬には、検察が僕クネを事実上の容疑者とした捜査計画を立てる事態となり、11月20日に、検察は僕自身が際の犯行に加担したとする内容を発表し、放送会では弾劾を行う理由として、 不足はないという意見が大勢を占めるに至った。しかし、事件発覚直後の時点で、僕船の弾劾は非現実的との見方があったほか、弾劾を行っても、事態の不確実性が増すだけで、回避しなければならないと社説で主張した報道機関も存在し、弾劾は不可能とする意見もあった。当初、野党から弾劾訴追に関する発言がなかったのは、 2004年のロブゲン大統領に対する弾劾訴追案可決後に大統領支持層が団結し、直後の第17大総選挙で野党が敗北を起死したことが影響しているのではないかとされた。その後も野党からはボック、ククネに対する自発的退陣要求が紛失し、新たに挙国一致内閣を作って国政を任せ、 僕は一戦から退く族といった収集案が提示されたが大統領府側はいずれも拒否した。しかし弾劾については弾劾訴追案が仮に国会で可決されても憲法裁判所の決定に最長6ヶ月を要するなど時間稼ぎに使われかねないという理由から11月中旬になっても野党側は消極的になっていた。また弾劾訴追を判断する。 憲法裁判所の所長が2017年1月に任期を迎える予定だったことから、僕が自分に有利な所長候補を任命しようとした場合に混乱が長期化することを恐れる声もあり、法の任期中には弾劾裁判が終わらないのではと指摘する意見もあった。大韓民国の憲法裁判所こうした経緯を経て、11月下旬には野党は、 クネに対する弾劾訴追手続きを進めるべきとの意見も出始め、野党や与党、セヌリ党の非主流派が大統領弾劾手続きを行う方針を決定し、世論調査では弾劾推進に78%の支持が集まるという結果となった。クネ政権も分裂含みの展開となり、11月23日には、金建有法務部長官と最在強制が台、 民情主席秘書官が辞意を表明したほか、与党内の主流派からも離脱が相次ぎ、与党非主流派の中心であり党前代表の金星が、親牧派との決別を宣言、弾劾に突き進むことを表明した。11月24日、野党側は弾劾訴追案の採決を12月2日もしくは12月9日と、する方針を固めたほか、次期首相候補の指名を棚上げし、 弾劾案が可決された場合には憲法の規定に基づいて公共安首相が大統領代行を務めることも受け入れることを決定した。また可決には国会の3分の2以上の賛成を要するため野党の現有議席だけでは足りず与党の非主流派に対する弾劾案採決時の意向調査も本格化させた。こうした中11月29日には僕国が 事件発覚後3度目の国民向け談話を発表し、自身の身体問題は国会に任せ、与野党で合意が得られるならば任期前に辞任しても良いという意向を表明。これは与党主流派からの自発的対人論に沿った内容であり、弾劾案採決に向かっていた野党や与党非主流派に少なからず動揺を与えた。それでも、 野党の弾劾推進の姿勢は変わらなかったが、早期の採決を見送らざるを得なくなった。そして11月30日、与党の非主流派より、僕国が2017年4月までに退陣すると、表明すれば弾劾案採決に参加しないという新たな提案がなされた。この提案に弾劾案賛成を表明していた、与党議員31人のうち21人が賛成する意向を明らかにし、 弾劾案可決に必要な与党からの賛成28人が確保できなくなる可能性が出てきた。しかし、大統領府側は、この提案には反応せず、12月4日には、与党非主流派が、早期辞任を表明しても、弾劾案採決に参加することを表明。12月5日になって、大統領秘書室長が、提案受け入れを表明し、12月6日には、 大統領自身も受け入れを表明したが、すでに手遅れであった。12月2日、野党3党所属議員と無所属議員、合計171人は、僕久根大統領に対する弾劾訴追案を国会に発議した。採決を12月9日に行うことも決まった。12月6日、僕久根は与党首脳と会談し、弾劾可決時には、その結果を受け入れると表明。 採決前日の12月8日には、野党3党で仮に弾劾案が否決された場合は、所属議員が全員辞職することを決定した。12月6日より、一連の疑惑に対する国政調査のため、国会は議員だからなる特別調査委員会の聴聞会を開催。韓国を代表する9つの財閥の首脳級が出席。発言の内容次第では、 弾劾案可決に影響が出ると注目された。翌7日には事件に関係し、逮捕や起訴された当事者を国会に呼び出し、事情聴取を行う。しかし、この公聴会には国会が出席を求めた27人中13人しか出席せず、再順次本人は健康状態などを理由に、午前の聴聞会には姿を見せなかった。そのため、 特別調査委員会の金正隊委員長は、同行命令を議決し、蔡淳、未来欠席したメンバーに対し、同行命令状を発布する一幕もあった。大統領代行となった岐阜安国務総理12月9日、国会で弾劾訴追案は、議員定数300人のうち299人が参加し、賛成234人、反対56人、危険2人、 向こう7人で賛成が可決に必要な3分の2を超え、弾劾案は可決された。その様子を僕船、僕くねは青瓦台でテレビ中継を通じて見守っていたという。可決王家法は17時より閣僚を招集し、懇談会を開催。弾劾案可決に対し、僕は国民の声を厳粛に受け止めると表明。国政の空白が最小限に留まることを希望した。 弾劾訴追議決書が国会から青瓦台に届けられた12月9日19時3分をもって僕大統領の大統領権限は停止され憲法の規定に基づいて公共安首相が大統領代行として職務を執行することとなったただし僕大統領は権限を行使できなくなるものの大統領府での生活不疎追特権起点警護ッド支給される 業務推進費を除く、年俸に億千2 0 1万八千万ウォンとも言われる、大統領給与が支給され、大統領としての地位は維持された。僕槿恵大統領に対する大統領弾劾訴追は、憲法裁判所にて審議され、訴追案可決から180日以内に判断が、下される。弁論は特殊な事情がない限りは公開され、大統領に対する、 強制的な出頭要請はできない。12月16日、僕国大統領の弁護団は憲法裁判所から提出を求められていた答弁書を提出した。内容は断劾される理由はないという反論を加えた。答弁書は延べ24ページにわたる。判決が出るまでの間、僕国大統領は、ロブゲン元大統領の断劾訴追の時と同様、 今まで同理聖画台にて生活するものと考えられた。2017年2月4日に予定されていた特別検察官チームによる青画台の家宅捜索は捜索令状まで用意されたが、軍事上の機密が存在することを理由に青画台に拒否され実現しなかった。また2月9日に一旦は実施が決定した特別検察官チームによる僕国根への事情聴取も実現しなかった。 捜査期限を迎える前日の2月27日公共安大統領権限代行は捜査チームより要請されていた捜査期間の延長を承認せず2月28日に捜査を終了した憲法裁判所の判決文中央の主文に非正9人大統領僕船を罷免するとある2017年3月10日憲法裁判所は 僕国ククの大統領悲鳴を裁判官八人の全員一致で決定し、同日午前十一時二十一分の悲鳴の宣告をもって直ちに失職。僕国クク政権は四年と十四日で幕を下ろし、九百八十七年の民主化以来、任期を全うできなかった初の大統領となった。憲法裁判所は、卒位理由の内瀬ウォル号沈没事故をめぐる大統領の職責の問題は、 判断対象外としたが、再準備による国政介入疑惑や蔡が実質的に支配する財団への企業出資などについては大統領の地位と権限の乱用として意見とした。これを受けた僕国は2日後の3月12日に青瓦台の皇帝から退去し、ソウル市内にある自宅に戻っていった。なお、これにより、 韓国憲法に従って非免日である3月10日から60日以内に大統領選挙を行うことになった。これを受けて、韓国政府は3月15日の臨時閣議において、2017年5月9日に、第19代大韓民国大統領選挙を執行することを決定し、布告した。3月21日、僕ク,クネは、収賄容疑で検察に14時間にわたって、 事情聴取を受けた。そして検察は、この聴取の結果を受け、牧ク,クネに対し、3月27日に裁判所に逮捕状を請求した。3月30日深夜、牧ク,クネは逮捕された。牧ク,クネの逮捕により、韓国大統領経験者では、全都間、と待遇以来3人目の逮捕者となった。5月9日の大統領選挙では、 前回2012年の大統領選挙で方に、赤敗した文インが当選し、文は翌5月10日午前8時9分の戦艦による当選の確定と同時に、第19代大統領に就任した。ありがとうございます。